こんにちは、高橋着物工房の高橋です。今日はですね、実は新発売の商品紹介というか、商品ではないんですね。新発売で加工をちょっとおすすめしようという、うちとしてはSDGs で救済策として、これを、ずっとやりたかったんですけれど、なかなかその業務フローがうまくいかなくって、躊躇してたんですけど、もうなかなかね、これ以上待てないくらい、もうやっぱり嘘つき襟になっちゃうと使わなくなっちゃう、タンスの肥やしをなんとかして引っ張り出してっていうのを、まずはやってみようということになりました。どういうことかっていうと、おじゅばんを裾よけと嘘つきのお袖に、変身させますという加工を販売しようというふうに思っています。イエーイ一人でイエーイで、これね、実は私、何枚か私は持ってるわけですよ。というのは、まあいいんじゃないかなと思って試していたわけですけれども、いいんですよやっぱりね。多分どういうふうにいいかっていうと、まず一つはね、冬はね、私スリップで、ここの上に裾よけを巻くっていうと、裾が二重になるじゃないですか。ステテコまで履けば三重になるじゃないですか。日本中暖かくなって暑くなってるって言っても、真冬はやっぱり気仙沼あたりだと冷夏になったりするし、さすがに、着物だから暖かいよねって言いつつもやっぱり裾よけ1枚に着物では寒いんですよ。でそういう時にこの裾よけにした襦袢があると、完璧にここ以外は全部ちゃんと同じ襦袢にはなるし、あったかさもちゃんと重なるわけですよね。でこれはね、大変いい利点だし、裾よけのこの紐が絶対やっぱり欲しいんですね。私真夏はね、捨ててこオンリーになって、お腹を締めるのはスキニーパッドちゃんだけにお任せして、暑いので裾よけっていうの巻かないんですけれども、でも極力、例えば巻いていたいし暖かくもしていたいよねっていう時だと、ワンピースでそれで裾よけ巻くとか、あとそれから 上下別々しか持ってない人の場合ですね、満天肌着に、ステテコ履いて、夏にのステテコ結構持ってる方多いと思うんですけど、ステテコってね、冬は冬であったかいんですよ。だから特にメンテコが冬にはおすすめですけど、メンテコ履いてその上に襦袢の裾よけ巻くっていうと、多分ちゃんとこう重ねてきたのと同じ枚数が巻きつけられる上に、キュッて、何たってその裾よけのその襦袢、裾よけ襦袢の上のこの紐はうちの特許のこの形になるわけですから、ちゃんと綺麗にシュッと入るっていうものになります。であとね、多分嘘つきに慣れてない方は、なんとなくこう裾がね、寂しくって、あと万が一めくれたらどうしようなんて不安を抱えながら嘘つきをしちゃってる人もいるんじゃないかなと。多分今でも、例えばなんていうか、所作の中でちょっとこうピラリと見えそうだとか、例えばあと、都会だと地下鉄の煽り風が来た時にピャッと押さえるけどペロンとめくれちゃって膝ぐらいまで見えちゃったとかっていう時に、わー恥ずかしいなとかね、わーどうしようとかっていうね、そういうウブな方もたくさんいらっしゃるんじゃないかな。その時にやっぱりちゃんと裾よけが巻いてあると安心っていうことだったりすると思うんですね。なのでぜひにこれを、そして私は絹を身近にしてほしいんですよ。で絹でないものも加工するけど、基本的には絹を、預かったお襦袢を水通しをして縮め切って、お袖は丈を直して、裾は襦袢ですから、長さ測ってもらった長さに仕上がるようにジョキンと切ればいいんで、なので要はお襦袢を
ハサミで切るってことするわけですけど、仕上がりが90だったら90、ここの紐も含めてこっからこの裾までで90欲しいです、1メートル欲しいですって言ったら、こっからここまでの丈でここをチョキンと切るわけですから、お10番の時点でね。だからこっちは縮み放題、縮んで構わないっていうことで、袖丈は逆に水で縮めた分は伸ばさず、縮めたまんまで丈を出しますって言ったら、もうほぼ縮まないんですよ。二次収縮って、まあ、詳しいこと言ったら二次収縮っていうのがあります。あのピリングって言って毛羽、自然のものは全部毛羽立つんで、毛羽立ち同士がこう絡んだ場合に、まあ、ここに絵がありますけど、絡んだこれで縮んだ感じになったり硬い感じになったりするんですけど、これがつるりんって溶ければ全然、もしくは毛羽が抜けきってしまえば、だから3回とか5回とか洗ってるうちにはちゃんと絹の質感に戻ります。でもそれが待てないときは髪の毛用のコンディショナーとかでつるんとなる、ね、成分をちょっと入れてあげると全然つるりんって溶けるから、全然同じ質感が最初から保てるっていうことがあるので、問題は縮むっていうことだし、私ありとあらゆるという言い方をしていいかな、あんまり10番ってね、いろんな旗はないんですよ。まあ、パレスだとか羽舞台だとか、なんかある程度ちりめんみたいなものもあったりしますけど、今のちりめんってみんな変わりちりめんって言って縮まない工夫がされて、逆よりっていうのが入ってて、そんな縮まないので、だいたい襦袢は 3% 前後ほとんど縮むんですね。縮むというか戻るっていうか、伸ばされてるものが戻る、これの状態で仕上がってたら自分で洗えるものになるんですよ。ですからね、洗いたくない私クリーニングに出しますっていうなら水通ししないでやりますし、洗いたいですっていうなら洗えるようにうちが水通しをして、で加工をするっていうことをするわけですね。なのでどういうことかって言ったら、これちょっとね、これは反物から仕立てました。だから綺麗なまま残布がこうやって残っていますけど、基本的にはお襦袢になってるものが多いのかなと。でこの残布はこのままお返ししますけど、この裾とお袖ができてます。でこっちはね、これを見てもらう、私の若い頃に10代20代の頃に着てた、これはトーレシルク、シルクさんの襦袢です。でこれ、このような無残なバラバラ殺人事件みたいになってますが、これ要は襦袢の上半身だったところです。でこれこうつながってたわけですよ、こうね。でここはついてなくてこうつながってたわけですよ。でお袖がこうくっついてたわけですよ。で若い時なのでね、こうちょっと丸みなんかも大きくついてたりなんかして、これが両方ついてたわけです。でこれを、まあこれはポリですから、もう水通しも何もしないでこのまま除菌と取って、でここにまだつけてないですけどマジックを、うちの肌着に合うようにちゃんとマジックをつけます。それで裾は除菌と切って、この私は身長もあるので L サイズなんですけど、この L サイズのこの紐っていうのをここに叩いてつけてもらうっていうね。でこの一式はね、私ねもともとついてたんでそれをそのままにしてありますが、 なくてもいいし、また一式もね選べる、防水布つけたかったら防水布もつけられるっていうオプションが設定されたページができます。何を選ぶかによって値段が変わりますけど、嘘つきに慣れちゃってなかなかお襦袢を着ることが減ってしまって、タンスの中で襦袢が泣いてるのどうしてくれるのというねお叱りをいっぱい受けてるので、早くやりたいと思いながらなかなかできないで本当ごめんなさい。でも今回こういうふうにできたので、ぜひねご利用いただけたらいいなと思います。ちょっとねこれお襦袢着てますので、私がどうしてるかを見せますと、ワンピースを着た上にこうやってね、上前合わせて、でここなるべく広く取ってね、ちゃんとシワにならないようにきれいに取っておいて、入れてでキュッと締めるでね、巻けたらあったかいじゃないですか。で絹も皆さん怖くて洗えないっておっしゃるけど、多分触ってたら
半襟洗ったり帯揚げ洗ったりするのも怖くないかなっていうふうに思います。せめてそういうものぐらいは自分で怖がらずに触れたらきっと自信になると思うんですよね。着物まで洗う必要はもちろんないですけれども、こういったものぐらいは洗えたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。今真冬でね、今欲しいじゃんっていうお叱りも当然なのですが、今年の冬は諦めて、で3ヶ月後から使うっていうことになるともう暑くなっちゃうかなとは思いますけれども、裾よけ代わりにこのお襦袢を使うっていうことでもいいとは思うんですよ。ただね、いつも言うように洗うは劣化につながるなので、絹の裾よけを、頻繁に洗うとなると、色の体色であるとか、それから、毛羽立ちであるとか、そういうのはあるという覚悟で、洗う頻度なども考えて、私は基本的には捨ててこか裾よけ巻いた上がいいとは思いますけれども、あなたなりの使い方をぜひ考えて、自己責任でですね、考えて、それでご愛用いただけたらいいなと思います。ぜひお試しいただけたらと思います。では今日はこの辺で、さよなら。